愛子ちゃん、あの子のパンツは絶対白だ。よーし、決めた。俺の彼女にしてやるよ。エイタ、また女の尻を追っかけてんのか。あの屋上までひとっ飛びなんてご機嫌じゃねえか。どうした、ハイド。一匹弱っちい獲物見つけてさ。じゃあ行くぜ、エイタ。ジケル、お前の風は最高だぜ。やっほー。あらららららら、うほー、イロッピー。エイタ、その癖直せよ。正義の味方作戦成功だ。何勝手に盛り上がってんだ。バカにしてんのか、てめえら。やばい、マジで怒ってる。大丈夫だ、清まろ。こういうこともあろうかと新しい作戦を考えてある。本当か。名付けて天にお祈り作戦だ。さあ、天に祈って助けが来るのを期待するのだ。なもふざけねえだろ。は、来た。え、何。イエーイ、やっぱり白だ。なんだ貴様、どうやってこんな屋上へ。風に乗ってきたんだよ。って言ってもバカには通じないだろうけどな。黙れやー、敵。何なんだよ今のは。手から風を起こしたぞ。 Hey you、 俺の彼女決定。いや、話して。俺は強いんだぞ。だから欲しいものは必ず手に入れる。いや、もうすぐ合唱部が始まって。やめろ、水野を離せ。正義の味方の清丸が相手になるぞ。高峰君、邪魔だ。ジキル、やっぱり無理だ。よく考えたら金山やっつけたあいつにかなうはずね。高峰君、清丸、正義の味方はとにかく突撃するのだ。ガッシュ無茶だ。うわ、ガッシュ、ジキル。子供、俺は強いって言ったら。くそ、ガッシュの赤い本と同じ本。そして風を操っているのはガッシュみたいな目をしたあの子供。まさか本と呪文であの子供から風の力を引き出しているのか。赤い本、第一の術、ザケル。ふざけるな。そうか、俺は今朝この本を持って偶然呪文を唱えてたのか。エイタ、こんな奴らさっさと片付けようぜ。よし、俺たちの力見せてやろうぜ。やめて。もう遅い。くらえ、第一の術。頼む、出てくれ電撃ザケル。何、大人たちは主役のさ。愛とか夢とか理想も分かるけど、朝より桁違いの威力だ。な、どうしたのだ清丸。餅の貴重ではよく雷が落ちるのだな。何、こいつ自分で電撃出したことに気づいてねえのか。天に祈りが通じたのだな。雷のおかげであいつ逃げちゃったみたいね。うむ、正義の味方作戦成功だ。わーい、わーい、どういうことだよハイド。あいつら俺たちと同じ本を持っていたぞ。今日のところは退散だエイタ。信じられん、あのガッシュがあんなすごいパワーを出せるなんて。